続けての撮影です。ちょっとね、忙しくてね、精神的にも体力的にも忙しくてね、自分買ったものを開けられなかったので次々来てるんですけど、今から連続で開封動画撮影です。これは何かな。あー、これはリポビタンファインプレシャスです。これね、なんか女性用のドリンク剤です。リポビタンはご存知だと思うんですけど、リポビタンの、まあ、女性向けリポビタン、それでは開けてみますね。かわいい容器、リポビタンファインプレッシャープレシャスです。ね、普通のリポビタンよりおしゃれでしょ。女性向けに発売されているそうなんです。説明書きとかはまた後でちょっと大伸ばしにしたりしてご紹介したいと思いますが、なんか見た感じこう女性らしくて、これから寝なきゃいけないのに飲んで大丈夫かな。でも疲れ溜まってるので飲んでみたいと思います。あ、ここにいろいろ書いてありますね。あ、私の好きなもの入ってる。ロイヤルゼリーとかいろいろ入ってるので、これも私と大伸ばしにして後でここへ貼り付けますね。じゃあ、ココシって何ですね。あとサウダシとかも入ってる。女性向けということですね。これな、うん、まあ、とりあえずは医薬部外品なんですけど、まあ、リポビタンで、これカフェインとか入ってないかな。もう寝なきゃいけないんですけど、開封量が溜まってるので、収録に強行したような次第なんですけど、じゃとりあえずいただいてみますね。よ、これ、あれかな、どんな色してるのかな。ちょっと飲むだけ飲んでみますね。なんか、フラワーチック。気のせいかな、このピンク色の瓶のせいで、普通のリポビタンよりフラワーチックな感じがします。色のせいですかね。いや、ここにザクロの絵がありますね。色もどうなのかな、色見てみましょう。それでは、こう。色は普通のリポビタン色ですね。で、このフラワーチックな、風味からして、ピンク色かなってちょっと期待したんですけど、残念ながら普通のリポビタン色ですね。もうちょっといただきます。一口目ほどはこの風味が広がらないですけど、でもふわーっと何かフラワーチック、あ、フラワーチックじゃないですね、フルーティーですね。普通のリポビタンよりフルーティーです。あ、なんか元気になりそう。ロイヤルゼリー元気になりそう。あ、ほんとね、今日もね、一日倒れてましたのでね、これ飲んで、なんか目ギンギンになって寝られなかったら困るんですけど、これでもしぐっすり眠ることができたら、まあでも一日ぼーっとしてたので、どうかな、眠れるかな。いや、でもぼーっとしながら倒れそうなぐらい眠かったんですけど、これ飲んでギンギンになったら困りますけど、一瞬もう一個なんか買ったものがあるんですけど、あと一個開封動画しなきゃいけないので、元気いっぱいこれで開封動画を撮りの、それからぐっすり眠れるとありがたいですね。ぐっすり眠れたかどうかはまた説明欄の方に書いておきます。はい、今日はリポビタンファイン
プレシャス紹介いたしました。全部飲みますね。フルーティーで飲みやすいです。はい、本日もご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、グッド評価、この動画に対するご意見、ご要望、ご感想をコメントください。ではまたねー。